はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、このバージョン 6.0.0 アップデートのお知らせについて、お知らせが来てました。で、これなんか内容を見てみると、この修正予定の不具合っていうのが9つぐらいあって、結構これ大事なことがいっぱい書いてたんですよね。で、まあ、9つもあるからちょっと見る気起きないよっていう人もいると思うし、まあ、文字だけだったらちょっと分かりづらいよっていう人とかもいると思うんで、まあ、僕が実際に具体例とかも挙げてね、大事な部分とかを解説していきたいなと思います。まあ、そんな感じのラジオ動画なんですけれども、まあ、これちょっと伝えといた方がいいかなと思ったんで緊急で撮っております。で、9つあるんですが、まあ、そんな大事なやつじゃないやつはサクサクサクっと、話していきたいと思います。まあ、まず一つ目はですね、大金星などを発動して、まあ、お互いがコイントする際にスキルがなんか絶対運命力とかが適用されて、相手も表になったとかみたいな不具合があったようなんですよ。これ大金星ってお互いに、まあ、コイントするっていうカードなんですけど、で、まあ、それが自分のコイントスのみに適用されるように修正ありましたよっていう風な感じだそうです。まあ、これはあんま使ってる人いないと思うんで、そんな大事じゃないと思うんで、この辺で終わっておきたいなと思います。で、次、レインボーダークドラゴンのコストで除外されたトークンの数も攻撃力のアップ値にカウントされるように変更。まあ、これはですね、使ってる人も少ないかもしれないし、逆に使ってる人は何でなんだよと思ったかもしれないんで、あれなんですけど、まあ、具体例挙げるとこいつですね。レインボーダークドラゴン。こいつの効果で、墓地と自分フィールドの表側表示モンスターの中から、このカード以外の闇属性モンスター全部除外できるんですよ。で、除外した後に除外した数かける500アップっていうのがあるんですけど、ここ今までトークン除外してもなんかトークン分が適用されてなかったっぽいんですよね、文章的に。なんで、そこがトークンもちゃんと適用されて、トークン分もかける500できますよっていうことが書いております。まあ、打点結構上がりますね、そうなると。で、次、ヒロイックリベンジソードなどの効果で自分への戦闘ダメージは相手も受ける場合は、相手のアマゾネスの剣士などの効果が適用されないように修正と。これね、今はあれだけど、もしかしたら今後の環境で影響あるかもしれないんで、カード見て説明します。アマゾネスの剣士っていうのは、まあ昔悪さしたカードなんですけど、このカードが戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは代わりに相手が受けるっていうね、やつなんですよ。で、まあ、こいつ結構バーン的な感じで使われてたんですけど、このですね、ヒロイックリベンジソードっていうのは、要はヒロイックモンスターに装備して、そのモンスターを戦闘するときに、戦闘ダメージは自分への戦闘ダメージ、相手も受けるっていうことになるんですよね。で、要は自分に発生する戦闘ダメージは相手に受けるってことは、どうなるかっていうと、要はこのカードの戦闘で発生する自分へのダメージは相手が受ける同士ぶつかり合うわけですよ。そうなった場合は、アマゾネスの剣士の効果は適用されませんよっていう風な感じになったようです。なんでね、今後、まあ、アマゾネスの剣士使ってる人で、こういう風な、お互いに戦闘ダメージを受ける系があった時は、アマゾネスの剣士の効果は無効化されちゃうんだよぐらいの感じで覚えてもらえると、いいんじゃないかなと思います。じゃあ次ですね。今までは結構軽い話だったんですけど、次結構大事なところになってきます。で、これは、まあ、今からちょっと4行ほどあるやつ読むんですけど、多分何言ってるか分かりづらいと思うんで、すぐに具体例出しますね。効果を発動したモンスターが同一チェーン上で発動した他の効果でフィールドから離れる前に、さらにチェーンして発動された禁じられた聖杯などの効果でモンスター効果が無効化された場合、要はその発動したモンスター効果は無効になるように修正。ここが結構ね、分かりづらいんですけど、めっちゃ大事なこと書いてるんですよ。で、具体的な話をします。ですね、要は、例えば、レビオニアさんっていう、今回のケーシーカップでもだいぶ悪さをしたカードがいるじゃないですか。で、こいつ効果って言います。で、皆さんこいつ効果って言った時に、禁じられた聖杯とか持ってたら、禁じられた聖杯っていうのは、相手モンスターの攻撃力400上げて、相手モンスターの効果を無効にするカードね。それを使いますと。で、その後に、じゃあこのレビオニア君が、例えば狡猾な落とし穴とかにはまってしまって、破壊されました。ってなるとどうなるかっていうと、遊戯王って逆順処理って言って、最後に使われたカードから順番に処理していくんで、まず、狡猾な落とし穴の効果が適用されますよね。レビオニアが破壊されます。
で、その次に聖杯の効果適用されるんですが、もう対象となるレビオニア君は墓地に行っちゃってるので、聖杯ぶっかけた先がいなくなりました。つまり、聖杯はここは適用されません。OK。で、その後に最後、レビオニア君の効果っていうのが通ります。なんで、2枚破壊されます。っていう順番の処理になります。じゃあ、これを逆にしたらどうなるか。まず、レビオニア君効果って言います。その次に、まずは、狡猾な落とし穴を使ってレビオニア君を墓地に、破壊できるような状態にします。で、最後に禁じられた聖杯を使ってレビオニア君の効果を無効にします。これはまず禁じられた聖杯の効果が適用されてレビオニア君の効果はまず無効になります。ここ大事。無効になった後に狡猾な落とし穴が適用されて墓地に行きます。破壊されます。そうすると最後のレビオニア君の効果どうなるかわかりますよね。もう無効っていう効果は適用されてるんだから無効なんですよ。なんでビリビリビリってなります。これが今まではできてなかったなってなかったっていう不具合です。要は今までは、まずレビオニア効果発動、効果使います、聖杯使いますって順番になると、まず聖杯の効果で、レビオニア君の効果無効になります。で、その次狡猾な落とし穴でレビオニア君が破壊されます。じゃあ無効になった状態で破壊された、ああよかったって思ったらレビオニア効果適用ってなって2枚破壊してくるんですよ。今これまでは要は最後のレビオニアの効果って言ったタイミングでレビオニアがフィールドから離れてる場合になぜか聖杯で無効になってたはずのモンスター効果が使えるようになってたっていう不具合があったんですよ。だからここがなくなります。だ今後はまあ普通の通常の最低に戻るんですけど、聖杯とかで一回モンスター効果を無効にした後にフィールドから例えば、まあ、除外ゾーンでもいいし墓地でもいいし、まあ、離れた場合どうなるかっていうと、もう無効になってるから無効ですよっていう風な、最低になりますという風な感じになります。ここが結構大事なところになるのでご注意ください。まあ、よくあったのは例えばそうですね、なんだろうね、なんかモンスター効果発動って言ってこっちがそれは嫌だっつって聖杯ぶっかけます。じゃあ相手がそこにチェーンして自分の効果使ってきます。そのモンスターをフィールドから墓地に送って、モンスター効果を強引に通そうとしていきます。そこに対してさらに聖杯をかけますってすると、聖杯の効果が本来なら適用できるのにできなかったみたいな感じだったんですよね。っていう風な流れになります。まあ、わかりやすく言うと、一回無効になった後に、フィールドから離れても、もう無効になってるからね、関係ないね、っていう感じです。で、次はですね、まあ、スピリットモンスターっていうのは、まあ、天の岩戸とかが代表的なモンスターにリンクしたとなると思うんですけど、出したターン、エンドフェーズに手札に戻るんですよ。ただ、その手札に戻りますよっていうですね、効果発動するじゃないですか。で、そこにチェーンして発動された悪空間物質転送装置みたいな。悪空間物質転送装置ってそのモンスター除外する効果なんですよ。除外された場合、どうなるか。悪空間物質転送装置ってのはエンドフェーズ時にもう一回フィールドに戻ってくるんですよね。で、その後また効果発動つって手札に戻ってたのが、ここを手札に戻りませんよっていうことになったってわけです。まあ、つまりですね、スピリットモンスター、天の岩戸くんが、最後エンドフェーズ時に戻りますっていうモンスター効果って言ったタイミングで除外をしてあげると、その天の岩戸くんは、一回除外ゾーンを経由した後に戻ってきて、手札に戻らないっていう風な最低になりますよっていうことになります。なんで、まあ、岩戸とか使いたいよっていう、スピリットモンスター使いたいよっていう人は、まあ、そういう除外する系のカードね、なんか一つ入れておくと、まあ、戻らないっていう風な、選択肢も取れるようになると思います。で、次、鎖付きレッドアイズファングの2の効果。これ、まあ、何かっていうと、相手モンスターパクるっていう効果なんですよね。相手モンスターパクって、相手モンスターの攻守と同じようになりますよっていうやつなんですよ。例えば、攻撃力、500のモンスターがいたとして、レッドアイズ、に、そのモンスターを装着することができるんですけど、その場合ってレッドアイズ自体の攻撃力が500になってたんですよ。で、そういう風に500になる前になんか攻撃力がちょっと例えばプラス400とか聖杯とかで400とかされた場合、今までは900になったんだけど、いや、それはもう500になるよっていう感じです。
なんで攻撃力上げたい場合は1回モンスター吸い取ってから攻撃力上げてねっていう感じになります。で、次ゴブリンドバーグなどの効果で召喚特殊召喚のタイミングを逃していても、その後のタイミングで発動可能なカードを存在する場合は常に発動確認するように修正。これはですね、まあ詳しい例を挙げるっていうよりもどっちかっていうとちゃんとした挙動になったよっていうで、しっかりアプリ側が、効果使えますかどうしますかって求めてくるよっていう風になったっていう風な、報告なので、まあ特に気にしなくていいですよっていう感じだと思ってます。まあ実際プレイする上で正しい挙動になったねっていうだけですね。で次も特に気にしなくてよくて、フィールド上の天使族モンスター効果発動した場合にリプレイが正しく再生できないものがあったが正しく再生できるように修正というふうに書いております。なんでこれもまあ特に気にしなくて本間の不具合修正って感じですね。で次ここにちょっと時間割きたくて、なんでちょっと今2つ飛ばしにしたんですけど、海王の重装兵っているじゃないですか、あとでちょっと出しますね。をエクシーズ素材としているエクシーズモンスターを水属性モンスターの効果を発動するために墓地を送った場合、重装兵の、破壊するっていう効果を発動しないように修正って書いていて、これ見た時に、もしかして深淵に潜むものとかの効果使えなくなるのっていう。で、効果使った時の重装兵の効果使えなくなるの、破壊するっていう効果使えなくなるのっていうふうに不安になった人とかもいると思うんですよ。結論先に言っちゃうとそうじゃなくて、重装兵とか皆さんが多分今まで使ってた、効果、サメちゃんデッキ使ってて、重装兵をつけた人っていうのが、まあ、求めてるような効果っていうのは問題なく使えます。例えばバハムートシャークに、重装兵をつけてて、バハムートシャーク効果って言って、重装兵をピュッて取り外した場合は破壊効果が適用されます。そこは大丈夫、安心してください。じゃあどういうことかっていうと、この城塞クジラとかみたいな感じで、こいつって自分フィールドの水属性モンスター2体をリリースして特殊召喚できるんですよっていう風なモンスターがいます。こいつの効果で例えば重装兵がついているバハムートシャークをリリースしてこいつ特殊召喚した場合って、城塞クジラっていう水属性モンスターの効果でこいつリリースされちゃったじゃないですか。でリリースされたのは重装兵じゃなくてバハムートシャークなんだけど、素材についてた重装兵がなぜか反応しちゃって破壊できてたっぽいんですよね。で、そこの部分を、まあ、それは不具合なので、起きないようになりましたっていう風な修正になります。なんで、まあ、城塞クジラとか、あとはメガロアビスとか、まあ、そういう風な、モンスターを使ってて、で、エクシー素材の重装兵をピュッて取り外す、まあ、重装兵ごとをピュッて墓地に送ってた。っていう人じゃない限りは大丈夫です。全く気にしなくて大丈夫です。っていう風なのが今回のアップデートでの不具合の修正内容でございました。まあ、ちょっと伝えといた方がいいかなと思ったんで、取り急ぎ取ったんですけれども、まあ、もしかしたら分かりづらい表現とかがね、あったかもしれません。なんでこの辺分からないよっていう人とかがいましたらですね、ぜひぜひコメントしていただけると嬉しいです。暇な時とかにね、お返しなどさせていただきたいなと思います。で、実際見ている皆さんもね、例えばこういう風な実例があるよみたいなのとかがあればコメント書いていただければですね、皆さんの参考になると思いますので、そちらの方も良ければよろしくお願いいたします。では、今回の動画以上になります。参考になったらぜひぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。